なんか謝って丸く収まんだったらちょっとそういう時謝っとく。でも俺謝ってるだけだと、なんで謝ってるだけなの、分かってる、なんで怒ってるかみたいなことになるから。二人で目を向ける同じ場所があって、共通の話題もできて、やっぱりすごくいいかな。パートナーさんとは一緒に住んでいる。そうですね、今はもう一緒に同棲して、どれぐらいになるんだろう、2年ちょっとぐらいかな、2年半以上かなぐらいかな、一緒に住んでますね。今のパートナーはいわゆるストレートの子で、女性とお付き合いするっていうのがすごい初めての子だったので、なのでね、親御さんもびっくりだったと思うんですけど、でもなんかすごい否定的な感じもなく、その後ちゃんとご挨拶しにご飯も一緒に食べに行ったんですけど、すごい優しいご両親で、でもこの子は幸せならいいのよなんて言ってくれて、それだから、まあ、今は本当にね、向こうのご両親ともお付き合いあるし、コロナの前は泊まりに来てくれたりとかもしてたし、結構仲良くやれてて、もうなんか良かったかなと思いますよね。なんか滝沢さんのツイッターたまにチラッと見るんですけど、たまに意味深な投稿待って、あれっていう、なんだろう、大丈夫喧嘩するんですよなんか、多分おそらくパートナーに対してのつぶやきがすごい喧嘩しますね、やっぱりね。そうなんだ、お互い性格が全然違うもんで、全然分かり合えない部分があるんですよだから性格違うから、その一緒にいて補えるところも多いんですけど、何せなんか乙女心みたいなのは超分からなくて、なんか言わなくて分かってよみたいなのは、言わないと分からないよみたいなっていうのはたびたびありますよね。大抵のその喧嘩で折れてますよねすごい、めっちゃ見てんじゃんちょっと見てるかもしれない結構そうですね、なんか謝って、丸く収まるんだったらちょっとそういう時は謝っとくでも俺謝ってるだけだと、なんで謝ってるだけなの、分かってる、なんで怒ってるかみたいなことになるからちょっと難しいですね、ちょっとただ謝っちゃいけないなんてよくあるカップルですね。そうそうそう、本当に本当にそうですね、また謝ってるだけごめんって言えばいいと思ってるでしょみたいなとか、まあ、強いなありますよねそうそうそう、まあ、小さい喧嘩はありますよね。なんか共通の趣味とかあるんですか。あ、それがですね、なくてですね、ないですね。え、スポーツ一緒にやるとか。全然向こうはスポーツ一切かまずに生きてきて、なんなら気合と根性とか本当嫌だなギャルっぽくていいですねで私はそこで生きてきてるじゃないですか。まあでもね、なんだかんだ言っても最後はね、気合と根性で乗り切るしかないよねみたいなところとかも彼女には理解できない本当に噛み合わないんですよね、生きてきた過程が全く違うので。そうね、なので感覚も考え方も全然違うかな。で好きなことは、向こうはやっぱお家のことやったり、お料理やったり、美容のことやったり、メイクやったり、そういうのがすごい好き、けど私は全然そういうの興味ないしだから休みの日とか何好きですか。ねえ、そうだからそこはね、ちょっとワンちゃんがやっぱり一人、ワンちゃん、うちこう白いワンちゃんをお迎えしてるんですけど、その子がいてくれるとすごい共通に2人が大事にするものっていうのがこうできるので、だからこういつもワンちゃんと3人でお出かけをするので、やっぱり趣味を一緒の趣味で何かやるっていうよりは、休みの日はワンちゃんと、まあ、なんかこういう家族の形でお出かけしてっていうのが多いですね、やっぱり。なんかこの子がいなかったらもうどうなってたんだろうみたいな。やればこんな、やっぱ共通の何か必要ですよね。思いますね。うちは本当にそれが坊ちゃん、ワンちゃんなんですけど、その本当にいてくれると、ね、2人で目を向ける、同じ目を向ける場所があって、共通の話題もできて、やっぱりすごくいいかなと思いますね、本当に。
もしかしたら聞かれたかもしれないけど、うん、なんか子供とかってどう考えてますかみたいな周りに聞かれませんか。あ、聞かれますね。めちゃくちゃ聞かれますね、それはね、うん、やっぱもう今ねちょうど33で、うん、パートナーも彼女の方も33歳、同じ年なんですけど、うん、やっぱりこうね子供はリミットがどうしてもあるので、その辺はすごく聞かれるんですけど、今私たちの中では子供を持つっていう選択肢はあんまりないかな、うんうん、私の中で子供を持つってことに憧れみたいなのが全然なくて、うんうん、それはあの自分が女性が好きだからとかではなく、うん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 、ずっとないんですよね。はいはいはい、はい、うん、だからもう最初に付き合う時から、うん、まあ、女同士で付き合うっていうのはいろいろなことがあると、うんうんうん、で特に私は、子供を持つっていう選択は、うん、今も多分今後もあんまり考えないとは思う、うんうん、なので私と付き合うっていろんなね、うん、諦めなくちゃいけないこともたくさん出てくるんだけど、それでもいいのかなっていうお話はちゃんとした上で、うちはお付き合いは決めてますね、うんうんうん、まあ、ただね最初こう頭で分かっててもだん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 年齢もいって、うん、もうちょっと体としてのリミットが近づくと、また向こうの考え方って全部感じ方も変わってはくると思うので、うん、まあ、その時はその時でまた2人でちょっと折り合いをつけながら、うんうん、話はしていきたいな、うん、というふうには思ってますね。 TRP 内だと40を迎えるリアンが2人ぐらいいて、うんうん、そこは真剣に結構子供を産むべきかどうかみたいなのを結構真剣に話してて、そうですよね、そういうリミットとかを来るとすごい意識するんですよね、うんうん、やっぱそうですよね。それはすごい、ここのお客さんもやっぱ40代のお客さんが多いので、うん、すごくお言葉をもらうんですよね。で逆にそのなんていうかな、やっぱ不妊治療されてる方とかもいたから、うん、方法はあるんじゃないっていうふうにもちろん言ってくれるし、うん、でもあの実際40でもお子さんいないで、うん、すごい幸せに暮らしてる方たちもいるので、うん、なんかこう子供だけがね、やっぱり持つことだけが幸せではないんだろうなっていうのはすごく自分の中ではあるかな。そういうロールモデルみたいにいるといいですね。あ、そうですね、うん、やっぱりなんだろうね、お客さんは全然このレズビアンの方ではないし、旦那さんと2人仲良く暮らしているとかいう人たちも本当に幸せそうですよ、うん、やっぱこうちょっと違う形でみんなそれぞれが幸せそうなので、うんうん、でもいろんな形があってやっぱり、うん、もう自分たちの幸せが一番、ね、いいのかなというふうに思うので、なんか周りがやや言いすぎっていうか、あ、それありますよね。取材とかもなんかもうウェディングしたら次は子供みたいなそういうなんかステレオタイプにこう男女のステレオタイプにこう当てはめようとする人多いじゃないですか、だからどういうふうに思ってたのかなと思って、でもそういうふうにちゃんとパートナーと話し合ってからそうですね、したりとかするのいいですね。そう、私はもう最初にそこは絶対お伝えするし、だからね、もし本当に子供欲しいと思って、ね、もしお別れすることになるっていうのは、うんうん、あってもそれももう話してるし、うんうんうん、そこは全然引き止めないよって言ってるし、うん、いいですね、はっきりしていて、でも極力自分と一緒にいてもらえるように、うんうん、自分もすごい一緒にいたいなって思ってもらえるように努力はしますけど、でもそんな感じで今はうまくやれてるかな。いいですね、質問です、はいはい、それってリアンカップルだとなんか話し合うものなの、なんかその、うん、ゲイでそんな話をする人ってすごい珍しい、子供をどうするかは。違う意見が。わかんない、ゲイあるあるって言われるとちょっと違うよって言いたいわけですけど、ゲイだとあんまりその話しなくない、子供を持つか持たないかを。は話し合うことは、うちはもう長いから多分3週ぐらいいろんな話をし、うん、続けてる感じですね。それって最初から話す、まあ、今は猫がいるからなんですけど、猫飼う前とかはやっぱお子さんがいるっていう状態がなんか理想なのかなみたいな、そういう意味じゃなくて、じゃあどうやったら子供が持てるのかなみたいな、そういうのを考えたりとかはしたことはあります、自分の周りだとそういうカップルはちょっと珍しい、あ、そうなんだ、うん、体の話ばっかりになっちゃう、まあ、そうですねそこが重点が置かれがちなんですけど、ゆ
くんとこも長いじゃん。10年選手なんですよ。あ、すごい長いですね。で私のとこも結構長め で、うん、で長く付き合っているとこうなんていうの、新しい何かがなくなってきて、一緒に取り組めるの何か、例えば、まあ、ペットとかいたら、まあ、共通の何かになると思うんですけど、なんだろう、一緒に取り組めるプロジェクトみたいな、子育てというプロジェクトとか、はいはいはい、なんかそういうものがあった方がこう未来が想像しやすいみたいな、うん、あでもそれはありますよね、絶対。なんかうちはやっぱり今それがワンちゃんにはなったけど、来る前とワンちゃんが来る前と、その来てからだと全然変わりましたもん。へえ、うん、関係性が良くなった。いやそうですね、あ、うん、やっぱ変な喧嘩もすごい少なくなったし、なんかなったし、その喧嘩さえもそのワンちゃんがすごい中和してくれるんですよね。あ、ワンちゃんって結構感情があるから、うん、すごい見てるし、喧嘩しながら、こっちのね気持ちも、そうですね、見とっちゃうから、うん、なのでかなりこう、うん、ね、そのワンちゃんという、ね、子が来てくれて、うちは結構変わったので、うんうんうん、やっぱそういうふうに一緒に何かこう取り組める、うんうんうん、ね、それこそプロジェクトじゃないですけど、うん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 、それはすごい長くなれば長くなるほど必要かもしれないですよね。いいですね、ワンちゃん可愛いんですよ、本当に可愛いんですよ、本当にめちゃくちゃ可愛い。そうです。そしたら足は骨盤の幅です。OK。足の間はめますね。足の間にはめる。はい、足入れて。足を入れる。足入れて。はい。OK。うわー、締め付け。そう。はい、で、こう。はい。で、はい、下がるかな。はい、こう。はい、頭ついちゃいます。はい。こう、肋骨を少しぐーっとしに押さえて、うん、OK、できた。そのままぐーっと押し上げて。うん、そう、はい、で、カーブします、はい、足をもうちょっと手前、はい、はい、20回、2、3、あと2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、ついたらすぐ上がりましょう、はい、3、上がります、はい、せーの、3、はい、バンド開きまーす。OK、上がって。6、やばい、触れてきた。もう一回、ちっちゃく、1、2、3、4、5、6、7、そう、8、9、もう一回、10、あと10回、1、そう、2、続けて、3、お尻やばい、5、6、7、8、9、はい、さ止まって、上でギュッて、はい、ここで5秒止まってください。まず開いて、5、キープして、4、止まってて、3、2、止まってて、1、辛い、はい、OK で、なんで私 YouTube の旅